まあ、伊藤です。今日ははい、金沢へ一人旅行に行きたいと思います。ちょっとワクワクして寝れなかったんですけど準備の方は万端ではないですが行ってみて決めようと思います。なんかせっかく一人旅なので、あんまり飾らずにこう本当にいつも通りの私を収められたらいいかなと。早速ですね、お財布を忘れましたまだ朝だから目が開いてないです。今何時ですか？今ですね、ただいまの時刻は7時半です。おということで、カメラマンの方、自己紹介お願いします。はい。なんでしょうね、そういうあれなんでしょうね。カメラマンの、カメラマンのフィリッペです。はい。すいません。知らなかったです。え、今まで。フィリッペが来ることを知らなかったらしいですよ。そういう話なので。知らないカメラマンさんが来るって聞いてた。あ、まあ、カメラマンとしては、ね、初めてこっち初めまして、伊藤さん。初めまして。よろしくお願いします。わあ、急にすごく楽しみになった。嘘、嬉しい。ということで、朝から財布を忘れた伊藤さんと、はい、集合場所迷子になった藤田さんの二人旅ということで、このカメラ、藤田さんにここからお渡しいたします。はい、お借りします。こんな感じですか？使っていかけてもいけないとか無理でしょ。無理ですね。急に楽しみになったから。映ってますか？映ってる、録画ってなってる。なんでお財布忘れちゃったの？なんかボキボキしてたんですよね。なるほどね。こういうしよう、全部使い切ろう、はい、全部綺麗に使い切ろう、1円も残さずに使い切ってくるよ、ね、そうだ、1円も残さず行こう。領収書だけはね。え、何をするにも領収書ですか？はい、そのお金を使う場合は領収書に来てください。じゃあ駅の方へ向かいます。行ってきます。急にこんばかした雰囲気がね。はい、金沢に到着しました。あいにくのですね、土砂降りです。 100% もう今後止むことはありませんまず私はミッションをちゃんとやりに行こうと思います。アニメイト金沢さんにお邪魔して、アポなしですが社員も足跡を残すべく頑張っていこうと思います。ちょっとなんかバスの方に行きましょう。高輪坊に到着しました。多分こっちで会ってると思うんですけど、なんかアポなしなのが怖い。どうしよう。まずなんて言うんですか？現金でも伊藤文久なんですけどって。いやでもそんな名前だけで知られてると思うなよっていうのがあるからいやでもちゃんと自己紹介をした上で聞いてみようと思います。でもすごく近くまで来ているっぽい、来ているっぽいんですが、どうこう。わあ、美味しそうなクレープ屋さんがありますよ。お腹が空いたな。ちょっと朝ごはんおにぎり1個だったから。突入しますか。頑張ります。とてもなじみが、あ、なんて言おう。 あんまりこう見つけた勢いで来ちゃったけど、言う言葉を考えてないな、言う言葉。
まず自分の CD が。
が本当に好きなんです。お寿司入りの中でも一番好きで、だからこんなにたくさんの、しかもバフンウニですって。まずはあー緊張する。え、だってもう色が違うと思いませんか、普通のウニと。私こんな色のウニ見たことないです。いただきます。めっちゃ美味しい。全然ね、生臭くないです。なんかもうすってとろけちゃった、ね、だってもうなんかなのになんかちゃんと頬がしっかりしてるっていうか、形がドロドロになってるわけじゃなくて、へえ、美味しい。まあ心から生きててよかった、ね、この日のために生きてたのかもしれない。小学生ぐらいの時にお父さんが食べてて、それはすごいなんか見た目がこうだから臭そうに見えたんですけど、でもこう結構大人になってきて、食べてみなよって言われて食べてみたらめちゃくちゃ美味しくって、うわー、これでも食レポじゃない、食レポ。あ、今の食レポに、あ、確かに。あんまり意識してなかったけど食レポになったかも、自然な。じゃあこれもミッションクリアってことでいいかな、一旦半分クリア。もうちょっと食べるかもしれないから、夜ご飯もありますしね。今まで生きてきてて一番美味しいこのウニが、はあ、驚き。ということでウニを堪能したので、お魚を見に行きましょうか。みんなへのお土産は生物じゃない方がいいだろうかね。ウニ買ってってあげたいね。ウニ買ってってあげたい。美味しかった。お、すごい串焼きですって。なんかこういうのもいいですね、なんかこういうのところでお寿司買ってでもいいかも、あなた来たらのどぐろがおすすめですね。え、ここら辺のどの番階の僕の必ず出てますか。海鮮丼と、これ一つ。一つ、はい。エビとつぶ貝を買ってきました。写真を撮りましょう。インスタ映えじゃない？下手したら。これ下手したらインスタ映えですよね。ちょっといい感じに撮れないかな。でも海鮮丼ってどんなフィルターがいいんだろう。蓋開けないの。確かに。結構いいのが取れたような気が。食べましょう。ドロドロからいただきます。わさびも効いちゃおう。いただきます。もうない。
ょっと炙ってあるから余計トロトロしてるし、何なの？わけわかんないぐらい美味しいです。これも、でもこれどうやって食べたらいいんだ？ウニとイクラ行ってみよう。私これ夢だったんです、ウニとイクラ一緒に食べるの。なんかよく分からずに結局お腹いっぱいで幸せな気持ちになったから、もうこれでいいかって思ってこれに乗りました。目の前に来たバスの方を渡ってきまして兼六園に着きました。こっちが金沢城です。なので念願の兼六園に着いたので、じゃあちょっと一緒行きましょうか。そもそもなんで兼六園に行きたかったかっていうと、私が読んでたボトルネックっていう本があって、それの舞台が金沢だったんですよ。で兼六園とかも出てきたりとかして、あ、そういえば高貧乏とかも出てきたかもしれないな。じゃあ東尋坊かな、出てきたのと思い出せませんが、それがすごく魅力的な本だったので一度来てみたいなと思ったんですよね。なんかすごくしてくるんだね。ということで花二人ゲットしました。では参りましょう。なんか幕末の時代かなんかに作られたお庭なんですよね。雨でもね風情があるからいいですよね。日本最古の噴水ですね。噴水はこれ映らないで写真撮ろう。すごいです。なんか全部が作り物みたい、絵とかで描いたんじゃないかなっていうぐらい綺麗ですね。うん、なんか木とか植物とかただ植えられてるだけじゃなくて、やっぱりお庭だからこうデザイン化されてるんですよね。それがすごい綺麗で面白いです。こういう場所本当に好きです。今日は完全私服なんですよ。衣装じゃないんです。こうどこに行ってもいい感じに馴染むようにセレクトしたつもりなんですけど、デートとか行くときもこういう格好がいいですね。楽で、こういうなんかワンピースとかヒールとかあんまりできれば履きたくないから、こういう楽な格好でなんかこういう場所に誰かと来れたらいいですよね。という妄想もはかどってます。いや
なんか本当にこういう場所は心が洗われるなと思いました、うん、まったりしてたね。まったりしてて、なんか時間がすごいゆっくり流れてる感じがしましたね。また来たいです。とりあえず次は21世紀美術館に向かいたいと思うので、なんかそこでね、リスナーさんへのお土産とかも買えたらいいなぁなんて思ってるんですけど。やっぱさ、ピンチのようですけど、何があったんですか？私は1万4000円を持っていったはずなのに、もう半分以上ないんですよ。で、レシートはどれぐらいある？レシートは兼六園の620円なんで約1万円の領収書がないと。ないんです、おかしいと。そうね。あの、伊藤です。伊藤美久です。お疲れ様です。ヘルプです。お金が足りないんです。もうこれじゃ赤玉でのおでん、おでんが大根と卵1個ずつぐらいしか食べれないかも。しかも、あの、領収書が全然なくて、不思議なことに、いや、はい、お願いします。お疲れ様です。はい、なんだっけ。ということで、今持っているお金で建て替えてくださいと。うわ、大人の回答。じゃあ行こっか。行きますか。はい、じゃあ向かいましょう。はい、ということでですね、21世紀美術館に借金をしてね。画面が濡れてるよ。借金してね。借金して。皆さんのお土産をこの美術館で選びたいと思います。かわいい。かわいい。ね。これもいいですね。候補に。あ、待って、しおりもかわいい。しおりもだ、なんか全部違う模様が綺麗。これ可愛いじゃないですか。このなんか、うん、いいかも。これにしようかな。4名様に、あの、私はこれです。みんなでリスナーさんとお揃いにします。21世紀美術館ちょっと楽しんで回ってみましたけれども、このプールがすごく有名な作品なので、写真を撮りに行きたいと思います。雨が降ってるから、いつもだったら上からも雨が降ってるけど、雨が降ってるから上からは見られないんですよね、今日は。すごかったです。いい写真が、インスタ映えの写真が撮れたと思います。それはね、お楽しみにですね。お楽しみにしていてください。バッチリです。やったね。いい感じに、この、ね、自信作は、自信作をちょっと見てみます。いや、めちゃくちゃ面白かったです。おー、21世紀美術館、本当にずっと気になってて、結構特集とかもされてたりとかしてたので、うん、あのプールに行けたのも嬉しかったし、 あとやっぱり他の芸術作品、うん、美術品もそんなに詳しくないからかっこいいことは言えないんですけど、とても
なんだろう、生きてるみたいな感じがする、うん、オーラがありますよね。なんかそのパワーがすごくて元気になりました。ということで美術館もこのインスタ映えの写真も撮れたのですごく楽しかったです。夜ご飯に行ければ行きたいと思います。大根かな大根と卵食べれるかな。ということで2階にお願いします。おしゃれですよ。あ、食べておりますか。お、伊藤さん謝るそうです今から謝罪の自撮り。大人の皆さん本当に21歳という年で領収書ももらえずそのことに気づかずお仕事として来ていることを忘れていました。大変笑っちゃいけない、大変申し訳ありませんでした。これから金沢おでんをしっかり食レポして皆さんにお届けしたいと思います。ということで金沢一人旅お二人でしたが楽しかったです。お疲れ様でした。友達との旅行も修学旅行以外はないですね。今回はもう私はあんまりこうどこに行きたいとかあれをしたいっていうのはなくて全部ミクにちょっとお任せをしてやってもらったんですけど、どうでした？難しい。めちゃくちゃ楽しかったです。難しかった。でも人のお金で行くのはやめようと思いましたちゃんと自分で責任を持てる状態で行くべきだなという。そんなに思いが。あ、すごい。これ皆さんに見せないといけないと思うんですよね。おいしそうに撮ってください。すごいこれ、盛りだくさんじゃない。そうですね。ミントの卵とかのローラキャベツすごいねなんか中にすごいたくさんのものが入ってる感じ。中玉は、うずらの卵を、何で挟んだんだっけな。パプリカを練り込んださつま揚げで包んでいる。なるほどね。ということで赤玉さんの赤玉をいただこうと思います。パプリカの匂いがする。ちゃんとめっちゃ柔らかいです。さつま揚げの部分がすごいパプリカの味がします。で、なんかそれにうずらの卵が、なんか普通の卵っていうよりは黄身がめっちゃトロトロしてるんです。溶けてるみたいになってて美味しいです。めっちゃ美味しいですよ。ユンピ先生も食べてました。女子二人旅とかしたことあります？女の子二人はねないな。女の子ある？二人女の子ないです、ないです、うん、初めてです。ユンピ先生が、え、待って、ロールキャベツの中がさ、すごいすごいさ、ゆうゆうだったもんね。ゆうゆうに普通にお肉とか椎茸が入ってます。それはあのだし汁で漬けてるんでしょ。これやばいって伊藤さん。絶対美味しい伊藤さん見切れてるよ、すごい伊藤さんほっぺたしか入ってないよ美味しい。嘘でしょ、嘘でしょ。ちょっとそのお肉のとこだけちょっとください。はいいだろう、僕見とけよ。めっちゃ染み込んでません？鶏肉？めっちゃ美味しいね。うん、鶏
とよかった、みっくり喜んでる、これで次もまたね、お仕事頑張ってくれるだろうなと思ってるから、もう遠慮することないよ。本当に。ありがとうございます。何も言ってないけどね。うん、楽しかった。また帰り道でも喋ると思いますが、感想は。楽しゅうございました。楽しゅうございました。ということで、美味しいおでんを赤玉本店さんでいただきました。おでした、おでした、めっちゃ美味しかったです。本当にすごいね、どれも味が染みてて、ちょっとなんだろう、東京とまた味が違かった気がしました。いい感じでした。また来た時には食べたいなと思います。お麩が美味しかった、すごい、また食べたいです。なのでこの後はいただいたので駅に向かいます。帰りたくないなということで、無事に金沢駅に戻ってくることができました。まあいろいろ、本当にいろいろ朝から最後までありますけれどもでも結果戻ってこれたので良かったかなと思ってます。本当に、なんか雨だったのが悔やまれるけど、すごく楽しかったので、まだ帰りたくない気持ちでいっぱいです。なんか東京には、東京も好きだけど金沢もとっても好きになりました。癒されたい時には来ようかなと思います。もう一人でも、ちゃんと一人でも来れそうな気がする。とりあえず美味しいものがたくさん食べれて良かったです。消えたお金はどこへやらですがお腹の中かもしれないですねよし、じゃあみんなが待っている東京へ帰りたいと思います。